そんなヨッシー清松がその豊かな経験と人生哲学であなたの明日をクリエイトヨッシー清松のあなたの未来始まりまーす 大分県で一番有名な社長吉木本松です のいいね皆さんこんにちはアシスタントの松本久美子ですはいこんにちははい5月ももうねそうですねもう中盤中盤でございますけれどもこうなるともう来月のこと考えますがそうですね月初の朝礼私は今月行かせていただきましたけれどもやっぱり行ってよかったうんこうやってラジオで聴いてる時とはまた違ったね皆さんと一緒に聴くという僕の話よりもなんかうちの社員の元気よさとかそっちの方が面白いでしょそうなんですあの あたりでうちの僕の話だけはこう、えー、カットして入れてるんですけども、はいえー、まあ来てもらうとうちの社員がこう活発に意見を言ってるところとか笑いとかそういうのを。のび伸び、ねはい、してらっしゃるっていうねその雰囲気を、はいえー、今度6月に、はいえー、月初めの朝礼またまた1日にありますので、はい、どうぞ皆さんお運びください。ははいいいいどうぞよろししくお願いいたします、はい、続いて後半は ヨッシー清松の幅広い交友関係の中から素敵なゲストをお招きしてスペシャルトークをお送りしますゲストさんいいらっしゃいさて今日のお客様はいただいたお召し通りでご紹介いたしますと、はい、数字の1235絵描きなんだと思いますか、えー、4がないでしょはい しがない絵描きっておっしゃるんです <laughs> ね。そういうことですか。もうご健その塊のような方ですけれども、飽き、えー、ないというのとはあですね。春、夏、冬って書いて飽き <laughs> ないっていう話とね。えー、ですからまあ自称しがない、えー、私たちからすると。えー とても心揺さぶられる画家の方でいらっしゃいます。にいな<や>大二郎さんです。いや,いや,いいや本当にしがないんですよ。<laughs> いや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 ようこそお越しくださいました。ね僕ねフェイスブックやってまして、はい、そのフェイスブックで、えー、先生のこう絵をね毎なんかもう毎日のようにあげられてるんですよ。はい、でその絵を、ね、見てるともうどれもこれも素晴らしい絵で、はい、すごくなんか興味があってなんかどんな絵あの本当に お会いしてみたいなーってずーっと思ってたあ画家さんで、はいえー、その画家さんがですね実は府内の、えー、石川コーヒーでした。石川コーヒーで あの個展をされるっていうまた情報がそのフェイスブックの中に上がってきましてああもうあの石川コーヒーでやるならもうぜひお会いしたいなと思って、えー、まあ失礼ながらこうメッセンジャーでメッセージ入れさせていただいて何月何日そちらの方に伺うので、えー、できたらあお会いできますかみたいな。 そういういいいメッセージを入れさせてたただいたんですよね、ええ、その前にこう突然行ってみたんですけども、ええ、先生、たまたまいらっしゃらなくて、女、え、房、ー、とその時一緒に行ったんですけども、この一応、名刺に見に来まして、また伺いますって、えー、なんか名刺を置いていったんですよね、そうするとすぐ電話かかってきて、あ来られたなら次、あの 来られる日が分かってるなら私いるようにしますってまたご丁寧に言われたんでえねその時にお伺いさせていただいてえ突然あのまあ時間を決めていったんですけどもえねまあパッと見るだけでそんなに時間かかんないかなと思ったらそれからお話,話が始,め始まるとこうすごく興味のある話が次から次に出てくるんですよね、うん。<で>から今日は少し喋りすぎないように うん、科目で言います <laughs> ラジオなもんで申し訳ないですけど、本当になんか、あのね、おっしゃれることも素敵だし、その絵も素敵だし、えーまあ今日ぜひともあの、えー、放送しますんであの、ゲストとして来ていただけませんかって言ったら、快く引き受けていただいたというのが、今回の、えー、く,だりく,だんでくだりでございまして、えー、せ本当にどうもありがとうございました。えーご あの透明水彩画展、はい、ということなんですけど、はい、もうほとんどその水彩になるんですかいや私その、たまたま今、透明水彩っていうのに固執をしてやってますけども、うん、本来は油絵だったんですね、はい、で油から、まあえー、色鉛筆とか、はい、いろんなものをやりましたけども、はい、何の手法が一番いいかっていうのは。うん もうこの年になってもままだ分かりません、はいうん、で今たまたまが透明水彩をやり始めたのが私の恩師がですね、はいえー、群馬大学の医学部の森隆氏っていうのがいるんですが、はい、この方がまあすごい建築パースを書かれる方で,、はい、で建築パースっていうのはほとんどがと今はあの CD でやりますけども当時全部手書きだったんですね。はい その時に最初に手をした手にまあ馴染んできたのが透明素材ってで、はい、まあ透明素材ってのは非常にこう独特のまあなんていうか技法っていうのがありまして合、はい、ュっていって不透明っていうのは当然下塗った上から上塗ると下が消えちゃうんですけども、はい、まあご存知の通りあの透明素材ってのは透明っていうぐらいで下が出てくるんですね、はい、例えば同じ一色の色を使って一回塗る その上からもう一回塗る重なったと,け、はい、とこだけが倍に濃くなっちゃうんです、はい、3回塗ると3倍になるというだからそういうふうに同じ色でも2回二度塗りと3度塗りとは違ってくるという特,特性があるんですね、まあ、これがなかなか魅力的で面白いなと思ってそれに虜りになってかれこれ40年になりますね<ー>もうそれって計算できるものじゃなくて全く計算できません もうあの計算できないけどもやってる間にその特,特性が分かってくると徐々にまあまあどうなんでしょうねうまくそれを操るって言いますか、はい、できるようにはなりますまだ私ができてるかどうかはそれはまだ分かりませんけどね あの風景画とかたくさん描かれてるんですけどもこう浮いてくるような感じの絵ですよね、はいうん、そうですねだから遠くの方はえ色をつけずに逃げる近くの方でだんだん濃くするってこれ大体統治図法を私がもともとたき込まれたのがありましてどうしてもその平面処理ができないんですねですからまあグラフィック処理ができないもんだから。 透明水彩に固執するのも、やっぱりちょっと意味があるのかなと思ってますけどね。あの風景も素敵です。うん、私はね、フェイスブックをいつも拝見していて。私はあの女性。を描かれている時に。なんなん,なんて、こう、なんか、その女性の生き方とか、生き様とか。艶とか、香りとか、いろんなものがこう。あの口挟みますけど。 今年になって私今年で誕生日で72になるんです。はい、女性分かりません。<laughs> いや、もうね、熟知されてるなって思いいま <laughs> だに分かりません。 いや僕もね一番最初先生に会った時にまあ風景がしか飾ってなかったんですけど僕先生の女性が大好きなんですって一番開講一番言ったんですね私まあ私も一応女性の一人なんですけど私をもしあの描いていただいたら全部見抜かれそうな気がすると思いました透明水彩でねあ透明じゃないけどねなかなか難しいんですよね女性画まああの要するに風景ってのはごまかしが効くんですよね例えば例えば 物が一つななくても誰も誰不審には思わないでとか人物っていうのは指が5本あって、はい、目と鼻と口と首そういう体があってっていう、はい、これごまかし聞かないんですよね、うん、ですからその部分でやっぱりバックボーンっていうか石膏デッサンなりのこうデッサン力がないと描けない部分っていうのがやっぱりちょっと一番難しいところでしょうね。ういや私が石膏デッサンちゃんとできるかどうかはまた別ですけどただやっぱり木炭で石膏デッサンは相当叩き込まれましたね。 それはどういうものなんですか?。石膏で、石膏白い石膏があるんでしょそれを木炭で。木炭で書くんです。で木炭で描く時の消しゴムは何かわかります?。食パンですね。はいはいはい。食パンでか、消すんですね。食パンをね、手に握ってこう、手の油でこう、練るんです。 なんかあの面白い話があったじゃないですかこう毎日食パンばっかり買っている人が昔のモジリアニというフランスの画家がいますけどね、はい、ご存知のように八の字を書く方、えー、あの方の映画がありましてね「ねモンバルナスの日」という映画がもうかなり古い映画ですけどあの時に彼はお金がなくてその食パンを食べてましたね耳を全部。 そうです。あの、それの、ね、食パンばっかり毎朝買ってたから、うん、その。 パン屋さんの娘さんがなんてかわいそうなんだろうって思ってあの、えー、マーガリンが中に入った食パンを <laughs> 渡してしま渡したら次の日あの火のようになって怒ってきたっていうなんかそういう笑い話あったんでよね。どうですか。あのどれくらいのペースで作品って描いてらっしゃるんですか。あのね筆持たなくなったら二ヶ月くらい持ちません。あそうですか。書き出すと半年書き続けます。はー。 だからバイオリズムがあるんですよね、はい、絵ってのはだから絵ってのは基本的に言ったらですね、まあ、画家もいらっしゃいますけども、あのー、要は音楽も芸術も全てアートっていうのはあれですよマスタペー,ーション、うん、自己満足の世界です,です、ねうん、全てそうです自分が一番うまいと思わなきゃ絵なんか描けません、うん、すごいですねでもっと世の中っていっぱいうまい人いっぱいいますよ、はい、もう僕は尊敬する方は何百人っていらっしゃいますけども、うん 限てる時はその方を超えてるんですねそれじゃなくて絵なんか描けませんから。いやあの、お会いした時に、一番なんか中で、こういろいろ話してる中で、一番感じたのはこう、これ、今の若い人たちは抽象画に逃げてしまう、うんうん、現在アートに逃げてしまう。アバンギャルトの絵もいいんですけど、うん、アバンギャルトって先にそれやってしまうと、ね、必ずね、どっかで僕が行き詰まるんじゃないかな僕、勝手な僕のあれですよ。 かやっぱり基礎がやっぱりできてそれからそっちの方向に行くんならわかるんですがなかなか今の方って全、えー、てをすっ飛ばしてしまって自分の思いだけで絵をぶつけるというか、はいえー、私の知っている方も今2 7味ですけどね筆,を筆に絵の具つけて投げるんですよこう。で、はい、やっぱ垂れたやつがゲイズだって言うんだけど、うん、まあそうなのかねって言ってますけど。うん <laughs> えー、まあなかなかちょっとその辺は私にも分かりません、うんうん、でもなんかそういった意味じゃこう最近なんかすぐ前衛的に逃げてしまってっていう話でなんか僕らの話は盛り上がったような気がしますよね、うん、あの時ねそ,そ,れそれとあと戦争の話しましてね <laughs>、えー、そうですねもうあ多分ここの部屋の中にいらっしゃる中で私が一番年なんでしょうね <laughs> <laughs> ええ、そうでしたね。まあもちろん戦国ですよ。誤解しないでください。うん、まあでもね、その作品もそうですけど、その全然ご自身がすっごいおしゃれな方じゃないですか。そうですね。ええ、あのダンディだな。そもそも色気があるんですよね。色気。うん。あ、そうですか。ええ。 なんかもうどうにでもしてっていう感じなんだやっぱり野党は全然話違いますけどねおとといか3日前だったんですけど自分でお風呂入る時に変な話していいですかお風呂の中に鏡があるんですよね鏡見たんですよ横横っていうかボディの横をで誰が写ってるのかなと思ったら自分の体なんですねお尻はこう垂れてるしお尻の下にこう線が入ってるし うん、自分ではまだ40代のつもりでいたんでそ、うん、んなわけないのになと思ったらやっぱりこう肉は垂れてきてるっていうの、うん、これ自分でこれでもほらゴッホにしてもみんな自画像というものを書くじゃないですか、うん、先生は書かれないんですか描きますよ書きますけども事実を書かれるんですかいや事実書きますけどただ書いても多分それはオフリミットにしてしまいます、うん 人には見せせられませんでもやっぱり見方って違うんでしょうねきっとあのご自身の,その裸体さえも、うん、ある意味その作品を見るような感覚でご覧になるんですかももちろんもちろろん、はあ、ん なんか怖いね。描いてる時は私は被写体モチーフは自分でも、うんはい、私第三者として描くわけです、うん。なるほどね。今度マスコミに描いてもらったら、<え>えー、あのもうちょっとちょっとこうフォルムを変えたとして、ちょっと待っていただきたい。<laughs> でも左手で描かれるんです。私はずっと左ですね。指が指がこうなってます曲がってます。あ<ー>これフレダコなんですこれ。えー 左でかる何私の父親も左で絵描いてましたし私の母親は学校の教師一時期やってたもんですからその時には修司がうちの袋達筆だったんで修司は左手は描けないんですよ打ち込みが逆なんですねそうしてだから私がこう知られたりそっと左手で持つと昔でいう「クジラジャク」ってありますよ分かります竹のあれでバチーてやられてました。 じゃ、普段は右利きなんですか。ええー、字は全部右で書くようになりました。はい、で、箸は両方持ちます。はサ、い、ミも両方持ちます。ただ、ハサミっていうのは具合の、あの、まあ、知っての通り。上から下にこう切るのに、左手で切っても切れないんですね。わかります。はい。わ、ええ、かります。わかります。ですから、あとは、そうですね。ええー、だいたい両手でやりますね。うんこっちで水、水をこう、えの具ときながら。 筆をこう持ってて、いこらなるほどね。それは器用とか何とかじゃなくてそういう習性をなんかこう植え付けられてるみたいですね、うん、父親から。うん、あの実はねあのその時の話をしてた時にうちの会社の絵を描いてほしいなっていうふうに先生にお願いしたんですよそし、はい、たら快く描いてくれるっていうことで近々またあのね 出来上がったら社長ちょっとお時間ください、えー、<laughs> 本当に書いていただけるらしいんでまたどっかのタイミングでねあのフェイスブックでもそれをこう出していただければありがたいなというふうに思いますよね先生が人を描くときに一番切り取りたいものって何ですか一番何ですか切り取りたいもの切り取りたいもの、はい、うんあ。あのね要するに人を描くときに似顔絵を描くという意識は僕ないんですよ、はい 似顔を描いてうまいいいてて方っっっぱいらっしゃるんですよ私の感性の中でどういうふうに見えるかでしか書くんでですからまあ随分まあ依頼されて似顔絵も描いてきましたけども自分でまあ本人が見られて自分に似てるかどうかは全然評価は分かりませんけどただ僕の中ではまあさっきもおっしゃったようにそのなんて言うんでしょう内面を描きたいっていうところもあるんですよねできれば。 あの一番いいのは顔が目の位置鼻の位置口の位置が一緒でやれば似るんですけどそうじゃなくて僕ははっきり言って正面から描いても同じを見せたいんです。うんあなるほど、うん、深いない、ね、キュビズムみたいな話。そうですねままあたまたま今おっしゃるキュービズム立体ですねキュービズムがねいいのがまあいろんな有名な画家がいらっしゃいますけども。 やっぱり裏面を見せるっていうことがやっぱり一つのね人物もそうだから生物だってそうですよねグラスリンゴを描いたりしてもリンゴって見えるのはこう半球しかこっちから見えませんけどリンゴで必ず後ろもあるわけですそれを感じさせるのが僕は いいんじゃないかなと思って書いてるんですけど、まあそれがうまくいってるかどうかはまた別問題。よしいのを見てみたいね。うん、はい。はい。えー、っとこの番組ですね。あなたにとって未来とはという質問で締めくくることになってます。はい、えー。ニーナ先生にとっての未来とは。<laughs> えーと何にも考えてきてなかったんですけども私がふっと思っているのが私こうってですね父親が死んで今年で11年目になるんですけども <laughs> 私が若い時に父親からポロっと言われた言葉が確か私が生まれた年が1951年なんですがこの年の4月にですね話、えー、米国の議会で退役軍人っていう有名な方ダグラス・マッカーサーっていうね、えー、言いらっしゃいますけども。 彼がたまたま言った言葉で、えー、オールドソロジャーネバーダイという言葉がありますね。うん、え老、ー、兵は死なず。えー、だから僕は、あの、この言葉を父親から聞いた時に、その時は意味がわかんなかったんですが、もうこの年になると、未来っていうことよりも、今の現状いかにフィジカルな分もメンタルな分もいかに維持することか、しかないでしょうね。ですから、うん、なんて言うんでしょうね。今のままで、 何年書き続けられるか分かりませんけどもとにかくう,うまくもっとうまくなりたいですね<ー>それが夢ですね<う>まあ夢っていうか未来ですね。 あの十分うまいじゃないですかっていうのは僕ら素人の考えですよね、本当にこうそのア,ーアーティストというか、アートをこう極めようとしている人はいつ,いつもいつもいつも、う昨日の絵より今日の絵のそうですね。私のお辞儀じきも、ね、いとこも絵描きなんですけども、やっぱり彼らを、われわれずっと先輩ですけど、あのなんてまだ超えられないですね、まだまだ超えられない部分がいっぱいありますね。 でつい最近ちょっとそのいとこのアトリエを伺って絵を見,見たんですけどもえ息承知して帰りました<ー>、うん、まだまだ10年15年まだかかるんじゃないですか、うん、息出ればね伸びしろはまだまだあるあ終わりはないでしょうね多分ね。<ー> ですから、まあ、まあ、最後の言葉っていうおかしいです。晩節を怪我さず、老兵は死なず、たださ、さ去りゆくのみですね。そうですね。うん、いや、この中、生き様そのものが、うん、もう一つの大きな絵画のようなね。そうですね。すけどねいやいや,いや、今の言葉ってとても寂しいよ。まあ、言い方ニュアンスでしょ、えー、なんか老兵は死なず、ただ、ただ去りゆくのみっていうのは。未来がないように見えますけどもね。一番ね、難しいことです。そうですね。うん 人生でやっぱりその晩節けがさずっていうのが一番やっぱり年、まあ、取るとねやっぱり誰かに迷惑かけたらいろいろするんですよ。ねあ,の、まあさっきも健康寿命の話ありましたけど <laughs> いろんな意味で周りの人に迷惑かけるんでしょうけどもそれをかけることなく静かに世間を騒がさ騒が, <laughs> 騒がせないようにしてね、まあ、それが一番いいんじゃないかなと思ってますただやっぱりそれで自分の表現したいものを書いていって残すということ。 それが生きた証になるんじゃないかなと思ってますけどね。はい、なんかまだまだね、ねなんか遊んでやんちゃんをしてほしいなっていうタイプの方なんですよ。はい。やんちゃんは。 私生涯真面目ですよはい。ずっと真面目で来ましたね。で終わったことがよろしいようでこの番組もあの日曜日のね、六時今収録ですけどオンエアはお酒を飲みながらお聞きください今日どうもありがとうございましたどうもありがとうございました世のため人のためそして己のためにを社税として承認だけで成り立つ会社を目指します 弱そうでこう株式会社ここには夢があるはいニーナさん帰っていかれました、はい、本当にね素敵,あの素敵な方ですよね <laughs> もう本当に男が憧れる人っていう感じかな <laughs>、はいえー、ああいうふうにこう枯れていきたいですよね <laughs>

ね、ニーナさんの作品ずっと見,見ててどうしても会いたい人で、はいえー、それで石川コーヒーにわざわざ行って、えー、お話ししたら僕のことも認識してくれててこうもう1時間2時間ぐらいかな2人でお話しさせていただいてあ本当にいろんなお話ができて楽しかったんですけども美しいものについてちょっとだけ僕の話、えー、い思いを、えー、話させていただいていいですか。はいあのー 実はですね脳科学の話でいうと、はい、美しいものを見た時ってアー,トアートを求める脳っていうのがあってそれって眼下前頭皮質っていうところが光るんですそこからドーパミンが出てあ楽しいなって思うのが、えー、そういうふうにできているらしいです、うん、だからおい、えー、しいものを食べた時も同じでお、はい美味しいものを食べるっていう時からこその前科前あ 眼科前頭皮質っていうところが光るようになってるすつまり前の方が光ってるってこと、ね、そう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 ,そう、はい、ところがあの腹が減ったから飯食うみたいな時で、うん、実はそ,れそこは光らないんですよ、うん、こう洗浄体っていうところが活性化するんです、うん、だから 本本当ににに能的に生きるために必要なものが欲求を満たしている時と美味しいと感じる時は違うってことなんですね。うん、そういうことです。だからアートみたいなもうなくても、うん、構わないようなものを、えー、こそれをこう眺めた時にああ美しいって思う時は違うところが光ってるっていうこと。 とということは人間は光るけど動物はそこがない可能性もあるです、ね、そういうことですね、うん、えだから美しいものっていうのはもしれない、はいでえー、もう一つ面白いのは、はいあのー、見にくいっていう感情があるじゃないですか、はい、見にくいっていう時には、えーまあ、美しいの反対って思われがちなんですけども、はい、これ運動屋っていうところは光るんですよ。 醜いものって若干嫌悪感を持っていますよね、そその時こが光る基本的には運動矢が光るのは、そこから逃げるために、今から運動しなさいよっていう、そのために光るんですけども、その醜いものを見た時は運動矢が活性化する、だから、美しくて醜いって思うものって、この世に存在するっていうこと、相反するつ存在している時ありますよね。だから最近の ろしい作品なんかを見ると、ああなんか見にくいけどなんか美しいなって感じるものって結構最近出てきたような、はい、そういう気がしますよね。まあ、そ,そのように農家学の中ではこうなんか並立、えー、同じところにいる美しさと醜さって、はい、同じところにいるっていうことですね。で面白いのはこう最近 AI でこういろいろゲーム作品を作ったりするんですよね。はい、えっとあの実はですね、ニューヨークで開かれたクリスディーズのオークションで、はい、AI が描いた映画43万2,500ドルで落札されたっていうニュースがじ<ー>あのありまして、はい、それってまあ日本円ですと4,800万円。<ー>だから AI が勝手に描いたような映画4,800万円で売れました。うん、AI 描いたのが 実は芸術なのかどうなのかっていう、うん、そういう議論になった、うん、本当の大元がここなんですけども、えー、なんかだってもう限りがあるじゃないですか、うん、データとして入っているもので書くわけで、うん、そこにこう感動とかメッセージとかその思い、うん、そんなものは、うん ないのにねそうですね、それが4800万円ぐらいだ,だもうちょっと議論になったんですけども、はいえー、その時僕はあの結果的にこう歴史に残るようなアートっていうのは何かっていうと。はい 美の拡張であるっていう言葉がございまして美の拡張、うん、美をこう拡張させた広げ,ていく広げていったっていうことですね例えばあのピカソが、えー、キュビズムっていうのを作ったこう一面見,見ていながら裏面まで見えるような <laughs> そういう絵を描かれたのがキュビズムって言うんですけどもまあそういうふうに美を拡張させたアンリーオーホール なんかもう顕著な例で、えー、本当にこうスープ缶を描、はい、いて、それが高値で売れたで、今までスープ缶ってありふれたものは美しくないっていう風にみんなが思ってたのに美し、ありふれたものにも美しさはあるよっていうことを示したのがアンディ・ウォーホールなんですよね、そういった意味では瓶を拡張させたことによって芸術になったっていうことですね。うん だから描き手の主張でしょ。うん、そ,うそれ AI にあるのかな。そうなんですよ。だから結果的には AI っていうのはすべての、うん、過去の作品はも最も素晴らしいものを描くことはできるかもしれないけども美の拡張はできないっていうことです。うん、だから芸術ではないっていうふうに、えー、まあそういうふうに言われてますよねっていうそういう話で、えー、まあ、えー、と絵についてもいろいろあ,あ,あ話がありまして、えー、1900 1877年ぐらいのパリの絵ではこう傘を差してるとか石形畳が濡れているということで雨を表してたんですけども、はいえー、実は歌川広重っていう人がいましてその人はこう「うん、大橋畑の夕立」って言ってこう雨を斜線で示したんですよ,よく子供たちがたち「きますよ雨」って言ったら、うんうん、ああいう絵になった。あれって実は歌川博重さんが 描いたことからそれが広まって雨ってああいうふうに描くもんだっていうふうにみんなが認識したっていう話、うん、それがい,いわゆる美の拡張であるっていうこと、はい、だから美の拡張のない AI には、えー、芸術を語る資格はないんじゃないかなっていうのが僕の考えですはい芸術をしっかり伺いましたところでお時間でございますお相手は吉松本久美子でしたせーのいいね